どうもプロボーラーのスターです。前回ね、まあ、ヘイロー1を奥さんに投げてもらいましたけども、結構ねストライクが連発したんですよね。ストライクってかなんか裏もあって、まあ裏があってもね、まあ、それでも倒れてくれるっていうのはすごくいいことで、裏でね結構ストライク出してね、なんか私今のストライク裏だったからっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、でもね裏を返せばちゃんとヘッドピン当ててるからそういうことになるんですよ。なので裏のストライクも胸張って私はいいと思いますよ。結果重視の笹田チャンネルですからね。裏でストライク出して何か言われましたらね、笹田プロがもうストライク裏でも OK なんですって言ってましたって言ってください。多分ね笹田プロが悪いって怒られると思いますこいつのせいにまあまあまあでも冗談です。でもね本当にヘッドピン当ててるからですから。でねこのヘイローバーン奥さんに投げてもらってね、やっぱりね強いカバーなんですよね。これ強いパールのカバーすごいようなそんな感じするんだよね。だから今まで使ってたねそのタイムロックと投げ比べたらどんな感じになるのか、まあねこれねアマチュアの女性の方とか投げたら、まあ、どんな感傷というか感覚になるのかっていうところもやっぱり参考になると思うので、その辺見てもらいたいなと思うんですね。まあ今回はね投げ比べですから別に1ゲーム投げるわけでもありませんし、ストライクはねそんなに出ないかもしれないですけど、まあねそういう言葉のところ、まあこの奥さんがね投げてどんな感じになるのかっていうところを皆さんに見ていただきたいなと思いますんで、ママ頑張ってね。まあ自分のね言葉で説明してくれたらいいからね、まあ普段ね私にね愛の言葉をかけてくれてるようなそんな感じで優しく言ってくれたら OK ですから。なんなんそれ、なんなんそれなかったっけ、ツンデレどころかツンツン最近よく分かってきた。そうそうそう、ツンデレなのかなと思ったらツンツンでツンツンされたらどうしよう。まあそんなところで、まあね今から投げ比べてもういいね。はい、はい、じゃあね早速投げ比べてもらいたいと思いますんで、はい、ママ頑張ってね。はい、はい、ご覧ください。どうぞ。はい、それじゃあね早速投げ比べしてもらいましょう、はい、まずはねヘイロー版から投げてもらいましょう。はい、はい、じゃあね、まあ、1投目のコースまずは投げてみてくださいまあ前回もね、ママに投げてもらいましたけども、中目のオイルのねあるところちょっと投げてもらいましょう。はい、どんな感じかな。お、いい感じじゃないこれも。おーすごい、めちゃくちゃいい投球だったね。今すごい良かったよね。でもやっぱこうヘイローバーンとかを投げるとやっぱカバーの強いボールっていうこともあって、やっぱあの辺のオイルがあるところやっぱママしっかり投げてるよね。あれわざとでしょ。そうやね、そうなんかもうちょっと外に行くとちょっと薄すぎて、うんうん、なんていうのかな、ちょっとぼやけちゃうっていうか。あー、なるほど。なんていうのかな、こうキレがちょっとね、 なんていうのかなちょっとぼやけてこう入りがちょっと甘くなるっていうのかな。すごいね。なんかこうあまりにもこう摩擦にちょっと耐えきれなくて、うん、なるほどね。そんなところまでもう分かってるんだ。投げた感じでね。パパ分かるかな。分かんないの。いや分かりますよ。分かるでしょ。分かります。大丈夫です。はい、やっぱりね前回もっと強いプロトンっていうかね、うん、強いっていうか、まあ、強い中でもね曇ってるボールだったから、すごいその特徴がねよく分かってたから、なんか投げた瞬間にね、なんかこうあなんか。なんていうのかな、光ってるボールなんだけど、うんうん、なんかこうしっかりこう噛むっていうか。なるほどね、まあそんな感じするよね、うん、よっしゃ、じゃあね次はタイムロック投げてみましょう。はい、はい、ね、言葉で説明してるだけではちょっとわからない部分もありますから ね。はい、ヘイローバーンとタイムロック、今ね奥さんパール系のボールで持ってますからね。はい、じゃあこのタイムロックを投げたらどんな感じになるのかな。同じライン投げてみる、うん、うん、同じようなとこ投げてみます。お、タイムロック投げました。どんな感じ。おお、やっぱなんかワンテンポボールが奥まで行ったような感じですね。奥まで行って切れるっていう感じ。ああ、そんな感じがするよね。うん、やっぱりカバーのねとかコアの違いによって、特にカバーの違いを感じる、うん、やっぱりね、あの走り方が全然違う。全然違うよね。なんかスーッと行くような感じと、シューっていうのと、うーん、バーンっていうのと、ね、常になんか噛んでるような感じがするのとね。じゃあね、もう一回ヘイローバーン投げてみましょう。はい、ヘイローバーンでもう一回中目のラインをね、投げてもらいましょう。あんなにうまくね行くかどうかはちょっとわからないけどもね。はい、じゃあ行ってみましょう。さあどうだ、どんな感じかな。あー、落としちゃった、落としちゃったまあこんなこともあるよねじゃあね次はね、せっかくですからこういうねパールの強いボールをね、じゃあオイルがちょっと薄いこの外側をちょっと投げてもらいましょうか。はい、でね投げた感触でママがどんなね感想を持つのかっていうのもね皆さん気になると思いますんでね。はい、じゃあね外目のライン投げたいと思います。
はい、行きましょう。お、どんな感じだ、どんな感じだ。お、なかなかいい感じ。あー、どんな感じだった。なんか、って終わってやっぱり、あー、なるほどね。先でバンと来ずに、あー、やーってこう、なんか、なるほどね。流れてちゃう。まあもちろんね、軸とかピンへの当たり方の問題もあったかもわかんないけども、やっぱカメラ越しに見ててもやっぱりね、ボールがそんなに進んでいってる感じがないし、奥でね、やっぱりスパーンって曲がるような感じがやっぱりしなかったね。ピン当たりもそんな強くなかったから、やっぱりこういうカバーの強いボールっていうのは、結構オイルをね、まあ、使ってあげるというか、もうちょっと左から投げてあげる方がいいのかなっていう感じはするよね。じゃあちょっとタイムロックでね、ちょっと天秤が立ってるけどね、あの同じところをちょっと一回投げてもらえるかな。外側のラインをこのタイムロックね、コアは結構強いけどね、カバーはそんな強くないボールですからね。なのでオイルが薄いところでも走っていってくれると思います。おい、どうだ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 。あー、やっぱりね、やっぱりこう手前の進み具合がやっぱ見ててもね、何なんだろうこの感じ。これね、不思議なんやけどもね、タイムロックだとなんかこう滑ってるって言ってるような感じがするよね。でもこれ別にスーッと滑ってるから悪いっていうわけではないんだよね。投げてて、外投げてる時どっちが気持ちがいい？タイムロックの方が。あ、やっぱり気持ちがいい。そう、なんか走るけど先でちゃんと来る分、なんか外投げるんだったらタイムロックかな。あー、なるほどね。やっぱり強すぎるね、ヘイローの方だと、なんかこう、なんていうのかな、すごい中途半端なアクションで、なんかうまくこう性能を使えないでこう入っていっちゃうから、なんていうのかな、天秤残ったりとか、なんか思ったアクションにならないっていうか。あー、なるほどね。そうそうそう、ピンが全然絡まないんで。なるほどね。なんかすごい専門的なんか、ね、とてもボーリング十数年ぶりに始めたなちょっとは思えないけどね。十数年ぶりにこういういろんなボール投げるから分かるのかもしれない。当時は多分分かんなかった。なるほどね。僕らがね、高校生の時とかボーリングしてる時ってこんだけボールがもね、いっぱいなかったからね、一つのボールで何とかしようっていう感じだったから、最近みたいにね、たくさんボールがあってこうやって投げ比べとかすると、まあ、よく分かるのかもしれないね。もう一回ね、ヘイローバーン、ママが好きなゾーン投げてくれる？好きなところちょっと投げてみてください。はい、どんな感じになるのかな。やっぱこうね、左から投げたくなるよね、どうしてもね、こういうヘイローバーンを投げるとね。今のボールがね、こんなにいいんだみたいな、ね、だから最初はね、戸惑ったんだけどね、こうどう使っていいかわからないから、でもね、使う用途がわかると、なんかすごいめっちゃ便利だねみたいなそれは球いっぱい必要だよって思う。なんかやっぱ用途って大事よね、本当にね。大事。しゃ、じゃあヘイローバーン、ママが一番好きなところをね、はい、投げてみましょう。お、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな。どうだどうだどうだ。うわー、危ない。でもやっぱりね、滑ってる感じがしないね。今のところちょっと軸は入りきらなかった部分ちょっとね、あったけども、でもそれでもね、やっぱオイルの上で滑ることなくポケットまで入ってくれるっていうのは、やっぱりこうカバーの強さとかコアの強さが生きてるのかなっていう感じがするよね。よっしゃ、じゃあね、天秤は残っちゃってるけど、タイムロックで最後同じところを投げて終わりましょう。はい、やっぱりね、この映像を見てるだけでも、やっぱりこのボールのね、性能の違いというかね、ね、やっぱりこういうのって感じてもらえると思いますんでね。はい、フラフラしてる。出た。ささママダババアになっちゃった。俺は疲れただ。俺は疲れただ。ついに来ました。よっしゃ、はい、じゃあ最後の一投です。どんな感じになるかな。はい、ぜひね、はい、見てくださいね。お、どうだどうだ。やっぱりなんかね、今すごいしっかり投げてたけども、やっぱこう滑っていってるよね、すごくね。でね、でしっかりこうあの辺のラインを使うんであれば、やっぱもうちょっとカバーが強くないと、やっぱこう曲がりきってくれないのかなというと、後ろから見てると思ったんだけど、ママはどうかな。そうだね、なんかこう、なんていうのかな、ちょっとミスしたら、いやーって、なんか抜けていってしまいそうな、抜けてっちゃって、なんかノーヘッドとか、なんか不安感がちょっとあるよね。なんかこうしっかり投げなきゃっていう意識がそうだね、あるね。なるほど。まあこの辺もね、なんていうんですかね、やっぱこう素人ママが投げる、まあ素人と言っても素人ではないんですけど、アマチュアのね、まあ奥さんがね、まあ投げるからこそよくわかる、プロボーラーじゃなく
からこそまたよく分かるという部分もあると思うんでね、まあ、今後もねこういう配信またね続けていきたいなと思うんで、ママはぜひ頑張ってね。まあ、でも私からすると素人なんですけどね、なんかたまたまね昔ちょっとやってたっていう、ね、あれがあるから、うん、あれだけど、うんうん、でも今昔は全然違うことやってるしね。そうだね、昔はメカテクターねガチガチにつけてて、そっかそっか、そうだったね。そう、素手では投げたことがないから、うんうんうん、ね、もう素人、もう素手は素人まあでもそうかもしれないね、まあ、素手で投げるのってね、本当もうそれこそまだ 2,3 ヶ月しか経ってないかもしれないからね、まあそれでもよく頑張ってるよ、ね、うん、ママぜひ今後も動画頑張ってね、はい、はい、それじゃあね、まあ、今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ママの頑張りにもぜひ高評価よろしくお願いします。はい、たくさん押したらあれが消えちゃう。3回にしても3回大事、奇数が大事だからね。そうだね、はい、奇数でお願いします。そう、はい、バイバーイ。バイバーイ。